どうもエルザです。それではクラッシュバンディクー4をやっていきたいと思います。じゃあ忍者クラッシュでござると。そういえば前のステージクラッシュは、あ、クラッシュじゃないんだ。ここは個々のコスチューム多いんだね。じゃあやっていきましょう。忍者か。忍者と言われてもな、ここって日本なの？どっちかっていうと中国とかそっちの雰囲気のイメージだったけど。あー、リンゴ食ってたらお腹減ってきた。リンゴ見てたらね。パワーストーン？いや、パワーストーンはでも持ってないもんな。頑張ってね、それなりに集めてる感じだけど、これ絶対触っちゃダメなやつ。おお、壁走れる、すげえ。あ、え、そういうこと？忍者でござるってそういうこと？そういうことっぽいね。あは。ですよね。あれ？マジで？今ジャンでジャンプできなかった。タイミング悪いと全くだね。はあ。さすがにないか。いやー、2回はちょっと無駄にしすぎたな。お、すごい、鯉のぼり。やらしい。こういうところにあるのやらしいな。あ、ちょっと加速してくるのか。おー、いえー、意外と早かったな。おお、どういうこと？で次は上。タイミングがシビアすぎんだよな。あら、ないのも怪しいな。さあ、アクアク久しぶりに2つ。よしよしよし。あれは違うよな、さすがにね。おお、危なっ。
まあ、悪悪2つあるといえど、無駄にはしたくないからね。おー、当たっちゃったか。で、あ、ボーナスか。さあ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 、ないよねー。そうなんだよね、効率的に集めようと思うと、ふぅ、もったいねえことしたー、やっちまったなー。27、オッケー。ボーナスはね、デスに関しては緩いんだけど、アクアクに関してはな。ほら、ワンちゃん、お尻を、よしよし。意外と手前はいけない。うん、普通だね。おーいお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 い、それはビビるって。あ、さよならあー、なんでと言った？躊躇したね。おーおーおお。なんかスカイダイビングみたいなのあるよね、こういうね。ダメか。ダメか、もうちょい上か。初見殺しすぎるわ。そこもあったんだね。で、戻る。ちょっと半端ねえな。よし、壁走りで行くのか。はい、よし、危ない。
ステージが長い。あ、踏めるの？あいつ。マジか。あれ、踏めるのか。うわ、危ね。あー、なんかあの壁いいな。さ、バスケットの体育館のキュッて音がする。よし、ゴールまであとちょい。さ、忍者走りで、はい、ほい。じゃあここに来て君か。意外と普通にいけたな。はい。はい。はあ。これでいいわけだもんね。よしよしよし。で、ないよね。そんなやらしいことはないよね。ちょっと待ってね。あれは、あーは、あ、それはできるんだね。よしよし。これが正解。あー、マジかー。おー、うわっ。無理です。マジかー、マジかー。あ、同じミス。これでまた1個とかなったら心折れるけどね。いやー、ん？今なんか当たったよね。無敵はありがたいけど、それだけやられたってことか。よっ、来たー。あ、意外とやられててよかったかもね。取りこぼしあったわ、1個。ただ秘密はわからんと。次。はぁ、衣装はほんと手に入んないね。これきついな。よし、ボスも行っちゃおうか。今回ボスはここで行ってみようかな。さあ、怪しい実験室と。こ
こいつね、1だった気がするんだけど、3だったっけ。よくここまで来ましたね。それでは約束のご褒美です。じっとしててください。動くな。動くなって言われて動かんバカがどこにおるか。科学のため。おい、あー、威力を確認しましょう。ニトラスはこんな感じね。おお、行け、我が下もめくならない。おい、ほらほら、来い来い。ボツリヌス菌が多いやつです。やべ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 。いや、急に難易度上がりすぎやろ。顔はやめて。顔はやめて。じゃあボディーなら OK だね。あれ最後のやばかったな、さっきの。あ、でもなんか分かった気がする。おい、私の勝利のために。もう、うん、もうちょいやね。はあ、これはダメ。くだらない。はい、で次は、せめてマスクのパワー使わせてくれてもね。危ない。危な。あー、ヒップドロップもそういう使い方ありか。なぜ私は認められないのでしょう。ハゲてるから。いや、それ怒られるな。お、どういうことですかい。あ、ここからなんだ。勢いでは倒したかった気はするけどね。はい、終わり。いや、まだだ。なんだろう、めちゃくちゃおちょくってるように見える。あー、もう一発。これが最後のテスト。恐竜の怒りを思い知るがいい。お尻が。じゃあ行きましょう。どういうこと？あれ？違う。頭だったよね、あいつの。完全に人ではなくなったか。おお、アベコベモードが解除された。ニトラスブリューの大発明リンガベリーを使ったアベコベモードでクリアした。ステージをもう一度プレイしよう。カラーダイヤも手に入って。あ、
べこべモードってことは、あれ多分コース逆転するとかわけわかんない感じになるのかな。オリジナルクラッシュの見た目を解除、見た目メニューは見た目変えたり、他の、あー初代か。あーこれ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 、懐かしい。じゃあ今回ここまでにしましょうか。あべこべ、あーやっぱこうこうなるのか。うーわきついねまあきついけど、まあ今回ここまでにしましょう。ということで、第7話はここまでです。ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたね。